果たしてどんな結果が出たのか。小林、そして小林を追いかける織田、そしてその織田に密かな思いを寄せる鈴本、さらにその鈴本に好意を寄せる志田。そうなんだよ、これはそうだね、追うんだよね、どんどん。この4人の関係が明らかになりました。織田の名はその後どうなの？その後もずっとユイポンのこと、ユイポン一筋。ユイポン一筋の発言はダメだろうユイポンの横を見てみろよわけわかんない感じになっちゃう。気にするようになっちゃってんだ小田、やっぱりね、思いがこうあるみたいで、ブログ、本観察21。小林はあれ、警察に相談したまだしてない、まだ動いてくれない、まあ、そんな泥沼の四角関係なんですが、実はこの関係にはまだ続きがあるんですよ。今一方的に追われる身の小林優衣なんですけれど、実はその小林はある人に好意を寄せていたことが分かりました。実は渡辺梨沙です。初期の時から結構、なんか最初に仲良くなったというか、好きでした。はぁ、あ、え、おだでもまた志田とリサの関係もね。そうなんですよ。確かに、だってあそこザ・コールって仲いいじゃん。リサの本命は志田ではないんですよ。涙出てくる本命は志田じゃない、織田奈々です。どういう感情なんだよリサによると、リサは織田の何でも受け止めてくれるところが大好きで、その石田はライクだけど織田はラブだって。え、でも石田は鈴本でしょ。いや、私めっちゃいるんですよ石田めっちゃいるの私モリアも大好きなんです。そこにモリアも入ってくる、はい、ややこしい。もう最近リサの気持ちに気づいてきて、がリサは結構なんか変なことよくしてて、だから私はちょっと距離を置こうと思って茜とかとちょっとなんか喋ってます。全然席とか隣なんですけど、ちょっとなんか気づいちゃって私に愛がないなって一人身とかでいるモリアに行こうって。一人身でいるモリアは一人身なんだ。え、何、旦那亡くなったの未亡人モリアにチャンスだっつって。これまでに整理されたグループ内相関図はこちら。そんなご覧いただいた泥沼の関係なんですけれど、はい、まずは欅坂のメンバーの中では有名なカップル、長澤。ああ、じゃあもうリカか。長澤くんとリカね。しかしそんな仲良しの2人の間にあるメンバーが現れて。えー、うわ、斉藤風花。斉藤だ、やりそうどっちに？リカちゃんに思いを寄せています。リカ、リカに出してないですよなんだその、なんだその、やりましたね、初出しですよみたいな。私ユイポンだと思ってた。そう、ユイポン、私すごい最初からで、なんかユイポンはそのアイドル的な、なんか好き、もうなんか、なんだろう、すごい、じゃね、語ったよね、織田奈々的な感じで小林の方が好きで、リカはもうなりたいっていう、もう顔、憧れの、そういうことか。憧れで、もうもし生まれ変われるならって聞かれたら絶対にもうペーって思ってるし、もう自分が男性だとして結婚したいなら絶対ペーだし、え、なんか結構本当に好きです。そんな斉藤に思いを寄せるメンバーがいるんです。斉藤に、それがこちらです。石森、佐藤、長浜、尾関です。いっぱいいるよ、めっちゃモテるじゃん。斉藤は欅坂いつのモテ女なんです。意外なね、今だって品川すごい、なんか聞き上手なんですよ、なんか本当に多分メンバー全員が納得すると思うんですけど。でも私なんかふーちゃん
きなのに。ホテルとか結構一緒ずっと一緒なんだ。だけど横でなんかペンちゃんナイスケンって。想像以上に泥沼な展開となってきましたが、最後にもう一つ菅井様から報告が。もう一つ今回調べていて明らかになったことがあります。それはハブ瑞穂です。ハブちゃんには実は前から気になっているメンバーがいて、それがこの人、小池美奈美です。ハブちゃんはそんなみーちゃんに自分が本命なのではっていう期待を抱くようになっていたみたいです。ああ、うん、うなずいてる。1位は私も1番ハブちゃんなんです。え、あ、じゃあ私なんやった。ハブちゃんでも私だと思ってたんだけど、アオイちゃんかなって思ってた。いやだから今もアオイは家族みたいな存在なんですよ。でもなんかハブちゃんはもう私ずっと隣にいたいぐらい大好きで誰にも渡したくない。でもハブちゃん大好きだから。あれ三角関係また。ぐちゃぐちゃだよ。これは目が離せませんな。ここはちょっとまあ理解していただけたらなって思うんですけど、そんな仲のいい欅坂46でした。そんなテンションで終わりねえよ。軽くまとめられないな。もう要はだから米さんと平手だけがちょっと離れてるってことね。ちょっとそこは別に普通喋るけどそんな一定の距離を別にそのラブとかじゃない一般一般のね一般女子として僕は君ら二人を見るから良識。